クロルシクリジンは、フェニルピペラジン系の第一世代抗ヒスタミン薬の一つである。より英語での発音に近くなるように、クロルサイクリジンとカタカナ表記する場合もある。クロルシクリジンは、塩酸との塩の形にして用いられる。アメリカ合衆国などで市販されているが、日本では販売されていない。鼻炎、じんましん、創溶感等のアレルギー症状の治療に用いられる。また生徒薬としても用いられる。クロルシクリジンは、抗ヒスタミン作用のほか、抗コリン作用、抗セロトニン作用、局所麻酔作用を持つ。さらに、C 型肝炎について、高濃度のクロルシクリジンが、ウイルスの宿主細胞内への侵入を防ぐことが明らかとなった。クロルシクリジンはピペラジンの持つ窒素のうち片方だけをメチル化した N メチルピペラジンを一つ目の材料とする。もう一つはベンゾフェノンが持つベンゼン環のうちの片方の4位の炭素に結合する水素を塩素に置換した4クロロベンゾフェノンを原料とする。まず4クロロベンゾフェノンのケトン元を還元して、第2級アルコールとし、これによってできたヒドロキシ元を塩素に置換する。このヒドロキシ元を置換した塩素は、ベンジ類に結合していて反応性が高く、これと N メチルピペラジンとを反応させることによって、クロルシクリジンを合成できる。クロルシクリジンは、第3級アミンであり、塩酸のような強酸とは塩を作ることができる。クロルシクリジン塩酸塩は、常温常圧では、白色の固体であり、摂氏222度から摂氏227度で分解する。人には、クロルシクリジン塩酸塩の匂いを感じられないものの、クロルシクリジン塩酸塩は水に容易に溶解するため、これを人が口にすると苦味を感じる。なお、クロルシクリジン塩酸塩は、水の他に、エタノールにも溶解しやすい。これに対して、分子内にベンゼン環を持っているにもかかわらず、ベンゼンにはほとんど溶解しない。ありがとうございます。